つっちゃった？みるみるの！おやすみラジオ！なんて言いました、あなた。ためになる話です。ためになる話。みんなのためになる話です。うん、あと今日のテーマはですね、足つぼマッサージで自分の健康状態が変わるっていうテーマなんです。みるみるの足つぼマッサージっていうのはね、視聴者さんにわからないと思うんですけど、はい、今度ね、みるみるがね、自己紹介何でしたっけ？例の自己紹介です。顔 NG。顔 NG。NG。足、声 NG。股間 OK。股間はどうでもいいんですけど、あなた、足 OK くれたんですよね。ね、だから今度足の出演をね、本当の動画で、多分真面目 TV になると思うんですけど、視聴者さん。足もみですね。足もみの動画を今度上げますので、僕ら2人で、お互いにやってあげてんですね。はい、うん。だから、そのやり方を今度、みるみるさんのね、足をお借りしてやるんですわな、うん。本に書いてある通り、自分にやれるのようなものなんですよね。だけど、何も気持ちよくないですわな。うん、やってもらうと、もう、こう。気持ちよさがわかるんですけど、うん、そうそうそう、自分ではね、うん、気持ちよくはないですね。ただ、聞きはしますね。聞きはするんですけど、自分でやると気持ちよさがあまりわからないっていう感じですけどね、うん、で、その足もみっていうのは、みるみるは足もみというより足つぼってよく言うんですけど、はい、その僕は足もみっていうのはなぜかっていうと、その中にリフレクソロジーっていう反射区ですね、足の。反射区っていうのはもう跳ね返るっていう意味ですね。だから脳の反射、大脳の反射区とかあるんですけど、そこをね、ゴリゴリやると、脳みそをもみもみされてるような、本当にそんな、ね、じゅわーってなりますよね、あれね。うん、で、その反射区プラス3つですよ。反射区1つ目。それから、ツボですね。うん。みるみるさんの言う足ツボ。それから、あと一つは、リンパマッサージですね。うん。はい。まあ、だいぶ詳しいですけどね、僕らね。はい。うん。大概の、辛いことは治せちゃうっていう。そうですね。うん。精神的なもんから肉体的なもんまでね。足ツボマッサージを根気よくやってもらうと、必ず、なりますね。はい。なんかあなた、それ以上になんか膨らませるつもりで、ちゃんとテーマ持ってきたんですよね。ちょっと考えてませんけど、本当に、いいんで。同じこと言ったらもう許しませんからね。あ、そうですか。ねえ。セロトニン。ああ、はい。幸せホルモンですか？あ、湧き出てくるんですね。何言ってんですかね。セロトニンなの。うるせえですね、セロトニン。いいんですわ。湧き出てくるんでしょ。湧き出てくるんですよね、やってもらってると。体がリラックスできまして、だんだんやってもらってるうちに眠くなってくるんです。そうですね。やっぱ少し寝ちゃうっていう感じなんですけど、このセロトニンは何じゃいいうとですね。何ですか。はい、つってさんお願いします。いやいや。セロトニンですよ、セロトニン。ええ。セロハンテープじゃないですよ。数少ないボケが出ましたね。はい。つってさんね。ええ。蓄膿症だったんですよ。あ、そうそう、蓄膿もね。まあ、蓄膿がひどくて、うん、鼻から黄色いものが降りてくるんです。ミルキルがですね、根気よく、蓄膿症の足つぼを何ヶ月間やってあげたら、あれめっちゃ痛いんですよ。いい加減してくれっていう。え？あなたね、蓄膿のね、あれは反射区やと思うんですけど、足の親指のつま先を、つぼ脂肪でゴリ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 やるんですわ。あなたそれね、S が入ってるから、S 入ってませんよ。やったるぜーって言って、
じゃあ、あのね、ツボはそんなにね、押しちゃあかんのですわ。反射区はもうグイグイやっていいんですけど、ツボをね、グイグイやるとあんまり良くないんですよ。ただまあ、喧嘩になるんですわ。そうですね、結構人の足の裏を、すべてやる。あれ何分かかります？1時間か1時間半かかります。いや、私2時間あなたにかけてやってますよ。はい。私も2時間かけてやってあげたこともあります。まあ、でもこういう言い合いが出てきて、まあ、やってくれないっていうことであれば、今なんかどこにでもなんか、マッサージ屋さんってありますよね。そういうマッサージ屋さんに行っていただけると多分アシストマッサージとか、やってくれるんだと思いますけどね。あ、じゃあまあもしね、ご自分でやられるの辛い、しんどいだけだっていう方は、はい、まあ一回試しにね、足つぼって書いてあるようなお店に、はい、リフレクソロジーでもいいと思うんですけど、はい、反射区のね、ちょっと行ってみるのもいいかもねっていうことですね。はい。足つぼマッサージやってもらうと、老廃物が、尿と一緒に出てくんで、そうなんですね。足つぼマッサージをやり終わった後は、温かいお湯を、お湯を結構多めに飲んでもらうと。あなた今日真面目すぎて何にも、まあ面白くはないですけど、ためになる話ですね、今日の。真面目に話そうかなと。だってあなたさっき、震えてたじゃないですか。まあ、第1回上がったって言ったらもう、怖いよ。怖いよ怖いよって言って、全然ぶっ飛んだボケも出ないし、本当に疲れとかにも効く、本当にいいお話をしたいなと思って。足つぼやるって基本のマッサージってあるじゃないですか、例えば。はい。基本のマッサージは、腎臓をね。はい、腎臓の。足の、まあ、真ん中よりちょっと上ですわ。うん、うん、まあまあ、それはね、この動画のリンクにも貼り付けておきますね。はい、で、みるみるは、先ほど、第1回がなんとアップされましたので、みるみる初登場っていうタイトルにしましたんで、みるみるさんは初登場だったんで、すんげえ緊張してるんですよね。視聴者さんがね、気が気でないんじゃないですか？ああ、そうですね。何回視聴されてたとか、低評価がどのぐらいついただろうかとか、もうなんか、もう、辛口コメントあるのかとか、気になっちゃいますよね。まあ、ドキドキですよ。あなた、僕に向かってそんなん気にしたらあかんとかさ、みるみるは言ってたのに、いざ自分になると。でも、応援する立場としては、気にしろ。みるみるが今日はボケも一つも出ないぐらい、固まっちゃってますね。ビシッと？そうでしょう。家庭ですか？なんとかしてくれ。まあ、それは足揉むといいんですわ。例えば、緊張なら、まあ、そうですね。もうちょっと足首をぐるぐる回しましょう。そうすることで血行が良くなります。もうね、何年やってます？足揉み。いや、まだ2、3年じゃないですかね。でも2、3年もやってると、例えば足をぐるぐる回、足首をぐるぐる回してあげると、まず血行が良くなるということがね。はい。分かってますよね。血行が良くなるし、自分でやっても、まあ、足裏って結構自分でやるの難しいんじゃないですか。うん、そうね。こういう場合は、耳にもですね、ツボがたくさんあって、手のひらとかにも、ツボがたくさんあって、出た、まあ、手とか耳とかやってもらうと、今日本当にあなたは真面目に語りたいんですよね。あ、語りたいんですよ。みるみるそういう一面がね、あるんですわ。足もみをしていただいて、幸せになっていただこうっていうことですね。幸せっていうか日頃の疲れや不調なところを、そうですね。
あれもね、二人でおったらね、お互いに分かってくるとすげえいいですね。たとえ一人だとしてもいいと思いますよ。うん、体の仕組みが分かりますわ、うん。なんで脳みそまで揉むことができるのという、ね、大腸もみもみできるのっていう、そんな不思議なことができるんですから、断言できますね。心と体にいいですね。はい。はい。じゃあ、その話は締めときますんで、締めた！あとはもうフリートークなんで、あなた。あ、フリートークですか、これ。スッタさんと、外食とか行くとき、ほんと大変なんですよ。なんでしょう。前、ラーメン屋に一緒にね、行ったことがありまして。うん。よう行きますやん。替え玉、替え玉って、これって楽しいですよ。いやいや、そう、5、6回はないっしょ。5、6回行きますわ。替え玉って、あれでしょ？スープを残るもので、麺だけね、注文200円ぐらいのやつ、あれ、替え玉って、麺だけだから。さすがに替え玉もね、2回ぐらいなんで、私も一緒にいて恥ずかしくないんですけど。替え玉頼んで、ね、スープの中入れて、あ、ラーメン完成だって言って、喜んで食べて、半分ぐらいもいかないうちから、もう次の替え玉頼みますからね。そうですね。なんか、そういうことってありませんでしたっけ？なんか、あ、カレーなんですわ、カレーな。カレーなんですよ。うん、めっちゃ人、この人、何食べるんですよ、何食べる人って言わないでください。カレーなんの、あれ、すごい塩気ですよね。ルーって言いますか、カレーが。だから、すごい合うんですわ、なんと。何の話かっていうと、まだ食べてるのに、その焼いてる時間を計算、ナンを焼く時間を計算して、このナンが食べ終わった頃に次のナンがやってくるぞっていう、ここぞというタイミングでピンポンをして、僕は、美味しく食べたいんですね。美味しく食べるのにも、みるみる横におって恥ずかしいですし。いや、あなたも同じぐらい食べてるじゃないですか。いや、感じませんね。まあでも記念すべき1月8日ですよ。うん、あとね、申し上げるのは遅くて、本当申し訳なかったんですが、年末とかね、新年の挨拶が、つっちゃはできずに。遅れましたね、新年の挨拶。本当に、はい、顔が出せなかった、本当に。はい、何も挨拶してないんで。うん、本当に申し訳なかったと、存じ上げております。ビュービューとつっちゃは、今年、挨拶を。うん。まあ、二人でね、始めたということで、二人で挨拶できて、まあいいですわね。はい、うん。はい、うん。これからも、このラジオも始めですよ。このラジオ始め、はい、まだ今まで通り、つっちゃんも動画考えてますんで、はい、これはラジオですけど、動画ですよ。動画も、はい、おふざけも真面目も考えてますんで、まあチャンネル登録はもう自然とです。いいですわ。うん、はい、まあ、3回ぐらい聞いて、まあ、はい、お休み前に、はい、どうぞという。はい、うん。みるみるのね、音をね、なんとか、あまりキンキン来ない、キンキン来ないように調整してますんで、うん。うん。まあ、聞きづらい弁もまだあるかもしれませんが、まあ、改善してまいりますので、次回もね。はい。はい。次回も、よろしくお願いしまーす。何言ってました今。そう。うん、車の帰りや夜寝る前など、つっちゃんの眠くなる声、みるみるの可愛い声などを聞いて、お楽しみください。じゃあ、つっちゃと、みるみるの、おやすみラジオ、閉めまーす。ありがとうございました。はい、またねー。